おはようございます。今日のスタートはロマン高原火曜からです。今朝8時を過ぎてるんですけど、霧がすごいです。寒いです。今日はこれからどこに行くのかというと、合計に行きます。合計も雨関係同様、人がめちゃくちゃ来てるので、朝一のこの時間帯に行きます。今日は11月の24、もう紅葉のシーズンも終わりかけで、今日を逃すと僕は見に行くことができんので、霧の中向かいたいと思います。行きます。霧がすごい。霧も垂れていくと思うので、その様子も楽しみながら行きたいなと思います。スタート地点から合計までは下りか平坦なので、すごく楽に行けるかなと思います。15、6キロぐらいですので、3、40分程度あれば着くんじゃないですかね。余計に濃くなってきた。今4度、もう8時半の時間帯ですけど、こんな感じです。全然違う感じがして面白いですね。ああ、寒い。できました。書いてる？お、書いてる。もうほとんど誰も見てないような看板、一応合計書いてます。あと 3.8 キロ、行きます。ミエール病院のとこでした。いい感じの走りやすい道路です。へー、川沿いに沿って降りていきます。おこんなところに名称合計です。まだ何も見えないところに名称合計です。びっくりだな。いつも車でここは素通りしちゃうようなところに名称合計です。ここでは終わりはできないので、もうちょっと南下します。名称合計の石碑のすぐそば。おー、おお、手入れされてて見応えのあるところだったんですかね。石碑があるってことは、まあ一番の見どころのところに行きます。ここから先は総社市になります。合計一応吉備中央町と総社市にまたがるようなところなんですけど、合計のメインは総社市になっております。合計駅もありますし、おお。でちょっとここら辺になると道は細いので、車だとちょっと行きたくないですね。敬遠しちゃうようなところです。おお。夏のシーズンだとここら辺に車を止めて、すぐそば牧谷川に降りれるので、ここら辺で川遊びをする家族連れがを結構見かけます。まあ気持ちいいでしょうね。なんだかんだもう9時を超えました。やべえ、人が来てるかもしれない。合計の赤橋、いやーいやー、いかつ、かっけー、でけー、見返り下橋、立ち入り禁止。いやーやっぱでかいなー。やっぱりもう人はちらほら来てますね。天柱、天柱、
見えるかな、あそこに天柱って書いてます。で待って、いやーかっこいいですね。かっこいいですね。終わりの頃ですね。めっちゃ落ちてるもん、芝が。井戸がある。終わりですな。ちょっと遅かった。引き返します。あそこ登れたらめちゃくちゃ綺麗に見えるんでしょうけど、あそこには今というか結構前から立ち入り禁止で登ることができないです。まあ落石の危険があるっていうことなので、そりゃそうでしょうね。はい、ということで合計まで降りてきましたが。紅葉はもうほとんど終わってました。やっぱり時期のものは旬の時に行くべきです。紅葉なくても普通に合計来ていてすごくかっこいいところなので、紅葉のシーズンは終わりましたが、ぜひ合計遊びに来てください。まあ、できれば吉備中央町の方まで足を伸ばしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。